惨敗。お金かけても、中日に7失点わら。涌井にいつまで弱いねん。1点じゃ勝てんよ。情けないよ。あまりにも打てないわ、打たれるわ。すまん。ひょっとして今年も交流戦あかんのか？割とクソみたいな負けやけど、あんまり語ることもない。ワクワクさんだから負けると思ったけども、系統なんとかならなかったですかね。セリーグ、最弱の中日にこれじゃ、他のとこに勝てるわけなくね。投手陣がひどすぎる。涌井がすごかったししゃあない。東浜も初戦ドラ1のじゃこやな。上位全部負けてるから問題ない。ドラフト下手なのは分かってたけど、現役ドラフトも下手なの。草ほんまどないなっとんなんこのチームの編成。何が悪いって3人で、忌避の1点が精一杯のクリーンナップと7回も投げれねえ先発やろ監督。どうこう以前にこいつらが仕事しろやと。昨日アホみたいに打ちまくってて嫌な予感してたら案の定これ。こっち、犠牲フライ1個向こう。ホームラン含め昨日の好調組維持。普通に負け越しあるわ。明日もボロクソに負けて死ぬほど煽られ、そう残念でもないし当然。なおキュンほんま信用ならんな。毎回引っ張るから負けるねん。判断が遅いねん。このパターン何回目よ。てか普通に、中日は勝て多くて羨ましいな。ピッチャー、誰も期待できないんだからしゃあない。普通に打たないのがおもんない。マーゴは、パの A クラスが全部、負けたのだけが救いやな。そういや地味にハムが交流戦、首位で草。